2001年のヤクルトスワローズでは2001年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。このシーズンのヤクルトスワローズは若松勤監督の3年目のシーズンであり、4年ぶり6度目のリーグ優勝と4年ぶり5度目の日本一に輝いたシーズンである。開幕前は前年オフに川崎健次郎が FA で中日に移籍し苦戦が予想された。 しかし、開幕直後こそ巨人に種を許したものの、岩村明則と新外国人のアレックス・ラミレスとの、6、7番コンビの活躍もあり、6月には巨人を追い抜き夏場には、独走体制になった。その後は巨人にゲーム差を詰められるも最後は振り切って、リーグ優勝を果たし日本シリーズでは近鉄を4勝1敗で、下し、4年ぶりの日本一となった。 投手陣は10年目の石井和久を筆頭に、遺跡の入木里氏、市、2年目の藤井周五などが対頭し、川崎や右肩で離脱した伊藤俊人の穴を埋め、チーム防御率は3.241でリーグ1位となった。打撃陣は4番のロベルトペタジーニや1番の真中、カ、ミツルなど打線が打ちまくり、本塁打は148本で、リーグ3位も打率は、274でリーグ1位だった。 シーズンオフ、エースの石井は FA で、ロサンゼルスドジャースへ移籍し、来シーズンの戦いぶりに不安を残すことになる。このシーズンは、勝利数優先で順位を決定。順位は勝率に関係なく、勝利数順で決定若松監督は10月6日、優勝を決め堂上げされた直後のインタビューで、ファンの皆様、本当にあの、あの、おめでとうございます。と言い間違えてしまったが、 むしろ将来は大爆笑に包まれて和やかなムードになった。さらに、シーズン本拠、そして日本シリーズ制覇を達成した際のインタビューでは、本当にファンの皆様、改めまして、日本一、おめでとうございます。と堂々と、ファンに叫び、同年の新語、流行語大賞の五六賞に選ばれた。なお、2015年のヤクルトのリーグ優勝及び、 クライマックスシリーズ制覇時2001年優勝メンバーでもあった監督の真中光はインタビューの際にこの言葉を再度使用した。ありがとうございます。